こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は阪神電車野田駅を見に行きます。動画の前半は地図のパート、後半は実際の映像となっておりますので、概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは阪神電鉄本線の野田駅となります。所在地は大阪市福島区江比江です。地図を見ても分かります通りね、周辺にはあと2つ駅があります。こちらにあるのはね、大阪メトロ野田阪神駅となります。こちらには JR 西日本東西線の江比江駅となりますね。野田じゃないんですよね。JR には野田駅って、ね、こっちの方にありますからね。まあ、名前が被るんで、ここは江比江駅となっているようです。まあ、野田駅も含めますと、周辺駅が非常に多いところなんですが、この野田駅と野田阪神駅、江比江駅なんかはね、地下で通路をつながっていますので、乗り換えも非常に容易な駅となっております。さあ、古い地図を見ていきます。こちらがね、地理院地図1928年ぐらいの写真。大体まあ昭和の初めぐらいの写真なんですが、こちらにね、野田駅、確かに写っております。開業したのは1905年、明治38年に開業となっておりまして、阪神電鉄本線が開業したのとほぼ同時期に開業となっております。写真が少しわかりにくいですね。うん。で、こちらが1936年から1942年までの写真ですが、こちらの写真だとはっきりわかるんですが、ここがね、まあ野田駅、阪神電鉄の駅なんですけど、北側にもう一個ターミナルらしきものがありますが、こちらがね、阪神の軌道線、路面電車があった時にね、この野田駅の北側に大きなターミナルがあったようで、乗り換えのね、駅ともなっていたようです。こちらが1945年から1950年の写真。まあ、こう引きの写真で見ると、この辺り、空襲の激しい使った地域となっているようですね。まあちょっとところどころ建物が残っているところもあるんですが、この北側なんかは本当焼け野原ですよね。はい。さあこちらがね、1961年から1969年の写真となるんですが、駅の様子がだいぶ変わっているのがわかりますね。こちら、野田駅、高架駅となっております。1961年、昭和36年に高架化になっておりまして、駅の様子がね、ほぼ現在のような形になりました。まあ、阪神の駅の中では、かなり早い段階で高架駅となった駅に入るでしょうね。で、こちらの写真が1970年から78年の写真で、まだね、この高架化された阪神の駅の北側には路面電車のターミナルが残っているのがわかりますね。こちらは1979年から1983年の写真になりますと、駅の北側にあった路面電車のターミナルなくなっております。1975年、昭和50年に軌道線全廃となりまして、ターミナルがなくなってしまいました。まあ、この写真ですと、この北側には、これはバスの車庫なんですかね。うん、だいぶ広いね、土地があるんですが、現在どうなってるかというと、こうなっておりまして、阪神電鉄の本社がこのビルかな。で、ここにね、イオンがありまして、駅の北側はね、かなり商業地域とビルのね、立ち並ぶところとなっております。で、駅の南側はね、昔と変わらず非常にこう大きな交差点があるんですが、このグリーンの部分はね、昔は道路だったようなんですけども、まあ、現在は道路が若干こう狭くなっておりましてね、今はまあ駅前の広場となっているようです。それでは実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像となります。阪神電車野田駅です。まずは駅の北側からなんですけども、正面に見えるのはね、バスのターミナルになります。まあ、かなり広いスペースが取られていまして、乗るには正面のバスの今止まっているあたりのところからなんですけども、今私のいるところはバスの降り場となっているようですね。で、こちら側、まあ、放置されている自転車もありますけど、向こう側には自転車置き場が広いのがありまして、正面にそびえるのは阪神電車の本社のビルとなります。その隣にはイオンがありますね。ここにも大きなイオンがあります。いや、本当ね、イオンってどこにでもあるようなイメージなんですが、まあ、ここにもありますね。
地図のパートでも言いましたが、この駅の北側は昔阪神電車の軌道線、路面電車があってターミナルがあった場所となります。人の流れは駅を出たらほぼこのイオンの方へ向かっている人が多い感じですね。それでは駅の南側に行ってみることにしましょう。こちらが駅の南側になりますが、広場ができております。ここは昔は道路だった場所なんですよね。昔は駅の近くまで道路があったみたいなんですが、現在は広場になって少しね便利なようにはなっています。まあ利用人数の多い駅の前がすぐ幹線道路っていうのもね、なんだか危ない気がしますよね。まあこの頭上には阪神高速が通っています。こちら側には地下道への入り口がありますが、こちら側から大阪メトロへの駅、野田阪神ですね。そして JR 西日本東西線の駅、恵比江駅まで地下通路で行くことができます。この駅の南側にも自転車が置いてありますよね。いやーさすがこの駅ね、利用人数が1日にだいたい2万8000人ぐらいの乗降人員がある駅なので、まあバスで利用している人も多いんですが、この駅は自転車の利用が非常に多いようですね。高架下部分はお店がかなりたくさんあります。正面奥に行くと食べ物屋さんも結構ありますよね。マクドナルドとかうどん屋さんとかね、結構ありました。今ずっと駅の高架下北側へ向けて歩いています。この正面に見えるのがバス停になりますね。まあ駅降りてすぐバスターミナルがあるっていうのはね、非常に乗り継ぎに便利なような気もします。それでは駅を見に行ってみることにしましょう。階段を上って天井が低い2階部分、正面に見えるのが阪神の改札口となります。自動改札の数が非常に多いんですよね。でこちらは券売機となります。券売機の数はやや控えめといったところでしょうか。まあ、高架駅になったのが昭和36年と非常に古いんで、まあ構造上仕方がないのかもしれませんが、柱が非常に多いですよね。改札の正面には売店もありますが、この売店閉まっている時間帯もあるようですね。少し注意が必要です。改札入ってきました。改札口両側には上に上るエレベーター、そしてエスカレーターがありまして、奥手には階段がありますね。まあ上り口下り口は何箇所もあるんですけども、改札はこちら駅の西側の1箇所のみとなっていますね。まあもう1個改札東側に作る計画も昔はあったようですね。ホームに上がってきました。こちらは駅の北側を見ていますね。正面に見えるのは阪神の本社とイオンになります。下に見えてるのは自転車置き場なんですよね。本当自転車置き場多いんですよね、この野田駅。駅の構造は2面4線の構造となっています。まあ内側にある2番3番乗り場が本線といった形でしょうか。外側の1番4番乗り場は待避線です。今も4番乗り場に普通車が止まって、急行とのまあ乗り換え待ち合わせをしている感じになっていますね。阪神の野田駅は特急直通特急なんかは止まらない駅となっています。まあ主に急行と普通車が止まる駅ということで、頻繁にね緩急接続が行われているようですね。こちらは大阪梅田方面を見ています。次の駅は福島駅ですよね。それでは下りホーム見に行ってみることにしましょう。こちらが下りホームとなります。2面4線の構造なのでね、こちらのホームも上りホームと大きな違いはないんですけども、ホームの中央付近には待合室がしっかりあるのと、あとホーム上に売店はないんですけどもね、自動販売機は比較的多いように思いました。こちらは駅の南側の景色になります。道路が非常に広くて、正面に見える交差点も本当に大きいですよね。まあ車で通行したらちょっと面倒くさそうだなというところではありますが、そしてこちらには電話ボックス、久しぶりに見ましたね。まだあるんですね。まあ今特急が通過してますけど、この向こう側にもね、同じようなところに電話ボックスがあります。久しぶりに見つけることができました。
ホームの三宮入りの端にはエレベーターが設置されていました。あんまり端っこだと不便じゃないのかなと思ったりしますね。それでは今回の動画は阪神電車本線の野田駅を見に行きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。